ばんは。なめかち直樹です。で今日はですね、僕がね、SNS で参加してる最近発足されたキャンピングカーのグループオフ会万歳クラブっていうのがあって、まあ、キャンピングカーの他にトレーラーの方々もいるんですけど、それの第2回オフ会で静岡の方に向かっております。まあ子供たちがね、保育園学校終わって今夕方向かっております。で前日はね、近くに RV パーク持ち船っていうのがあるので施設が、ここは2回目になります。僕がね、キャンピングカー買い立ての時に一度行ったことがある施設になっております。まあ、オフ会万歳クラブのオフ会は前回僕が初めて行って、とても楽しかった会になっております。で、キャンピングカー初心者の方からベテランの方まで、様々ななかなかね、キャラの濃い方々が大勢いますけども、とても皆さん優しく楽しく、キャンピングカーの話であったり、いろんな情報交換をしているような会になってるんでね、ぜひね、キャンピングカー乗られてる方、これから乗られようと思ってる方なんかもね、動画見ていただいて、オフ会万歳クラブ入ってない方なんかはね、SNS でね、申請かければ入れる会になっておりますんで、ぜひね、最後まで動画視聴していただけたらなと思います。はい、あと3キロほどで着きます。 RV パークからね、そんな時間かかんないとこだったんですけど、ちょっと朝海源くんのね、おもちゃが壊れてしまい、どうしようもない状況だったんで、トイザラスで寄って遅刻するという、今は時間が11時半、ちょっと30分欲しいですが、今日ね、実は鈴木家来てますが、もう先に着いてるみたいで、今日はね、天気はちょうどいい感じで晴れてて、景色もいい感じなんじゃないでしょうか。はい、ここをね、左折すれば左方向です。 500m くらい。ヨコちゃん散歩してるよ。先カーブが連続します。この先道幅にご注意ください。よいしょ。え、ここ歩いてきた。感じでいますね。はい、到着しました。オフ会万歳、結構な台数集まっております。下まで降りてた。すげえわ、歩いてたでしょ。帰りやばかった坂道よいしょ。T シャツ購入しました。今日も盛り上がっていきましょうか。矢上さん、すごいよ。すごい万歳、バイバイ。すごいことになってるじゃないですか。これ9時からちょっと飲んでスタート早いですね。さすがにいつも通り昨日から、17人、はい、今日は倒れる人いないように頑張りましょう。そうそう。天気も良くないですよ、はい、心も皆さんにお会いして晴れ渡ってます。晴れ晴れ晴れ渡ってる人、はい、まだ晴れ渡ってないな。ハゲ渡ってる人はいっぱいいるみたいだけどね。はい、そんなわけでですね、第2オフ会、オフ会万歳クラブオフ会始めたいと思います。よろしく。藤原さんとまあすごいですね、これ。お酒ですか。楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。美味しいやつですこれ。はい、もう羊の肉、焼きすぎ。
松茸っぽい椎茸です。松茸だよ。これ椎茸なんですか。ごめんなさい、松茸に。東京の川崎から来ました。すごい、これ椎茸だって。クレアスのみんなには東京に住んでると言っておりますが、松茸です。松茸はてな、これなかったんですね。これも椎茸ですか。いや、松茸です。松茸です。皆さん楽しくお腹いっぱいになりましょう。乾杯。乾杯。はい、乾杯です。この乾杯は1回目の乾杯ですかね。3回連続でバンザイクルブが、はい、3発できますんで、はい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 、次誰いきます。次誰、取ってるんで、じゃあ次、群馬支部、バンザイクラブ群馬支部というのができまして、はい、今33台ぐらい集まってますね。はい、群馬支部、ただ群馬県じゃない、群馬県の草津に行ったことがあるとか伊那保に行ったことがあるっていうと、もう群馬、もうほとんど群馬、ほぼ群馬入りますよ。深谷とか、そう、深谷も、本庄とか、本庁とか、そういうことで、ほとんど群馬も行ったことあるので、もう群馬支部みたいな、それの支部長をやっております亀村さんです。2回半目のカンペロンドよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。じゃーん、群馬支部の上村こと、ビンと言います、ミスタービンと言います、よろしくお願いします。今日はお酒いっぱい持ってきましたんで、皆さん浴びるほど飲んでください。それでは皆さん行きますよ。乾杯。乾杯。元気ですか。元気だよ。マイクいらない。マイク壊れる。元気があれば何でもできる。茨城支部長藤原でーす。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ありましたけども、これ何でもできるという言葉、受け継がれます。このバンザイグランも皆さんがどん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 受け継いでいただいて、いいものにしていきましょう。一2、3、乾杯。はい、乾杯。 3連発でした、バンザイクラブ。はい、これがオープニングでございますんでね、引き続き自己紹介タイムでいきますんでね。すごいの見ました。風力発電すごっ。これはすごいな。はい、どうですか、キャンプ楽しんでますか。オフ会楽しんでますか。イエーイ。オフ会イエーイ。ピクニックって感じ。イエーイイエーイ。オフ会。はい、テーブルが小さい。今日も安心安全ななめかじチャンネルになっております。スイクどうなのこれ。ピクニック、ピクニックですって。美味しいですか。美味しいです。ね、美味しいね。のぞといてね。T トーク風お願いします。どうも、はい。イケイケなチャンネルになっております。はい。グダグダなチャンネルかもしれませんが。兄弟チャンネルです。グダグダでよろしくお願いします。忘れちゃった何か。あ、この間一緒になったね。はい、これ僕も一杯ソーダ割り美味しかったです。これこれ何酒でしたっけ。ブラックベリー酒。ブラックベリー酒、これも結構効くんですよね。これうまい。ワインで割ったんです。ワインで割ってたんです。ワインで割った白ワインよね。イケイケですね。うまいんだよ。俺はまだ昼1時ですから。で、ね、昨日は、はい、みんなに飲まされて、はい、調子こいて、はい、ヘロヘロになって、いつも飲んじゃないですか。いつも飲んでなってなってね、はい、で死んでたらね、もう10時ぐらいまで、はい、で飲み始めたらちょっと息がした。じいじいとこに来る。じいじいとこ、うちの奇跡の子ですよ。奇跡。乾杯。乾杯。じいじいこれ、じいじいと取っていい。ちょっとだけ。嫌だ嫌だ。あ、美味しい。やっぱりよかった。もういつの間にかオフ会万歳すごいことになってますよ。
すごいすごいっすね、このキャンピングカー世の中にこんなにいたんだなっていう。よくさ、よくさ、はい、俺もこんなの悪かったな、はい、悪かったな、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、誰、誰にあげんのこれ、今度あらあれ、いいね。やばいな。多分これまっすぐだと思う。向こう行った？行ってない。ちょっと行こう。行きましょう。行きましょう。ちょっといいっすね。こういう街並みがありますね。これなんですか？江戸に行ったじゃん。江戸に来たね。D&B。 ああ、なんかバナナみたいな感じとおでんとかこういう街並みがあり、あ、これはもうあの千と千尋のね、ここに顔なしがいて、ああ、ちょっと近くない？近いね。あ、だここを渡って風呂入れという施設になっております。11時から23時でチェックインしてくるか。はい、チェックイン終わりました。で、キッズゾーンあります。食堂で、右側が宿泊とか、近くね、滑り台、いろいろあります。で、こちらこそ、まあもう広い部屋たくさんだけど、トイレとかがない部屋になります。よし。まあ、こんな感じな。で、うちの部屋はトイレもお風呂もついてないんで、まあここがトイレ、そこある感じで、ここで今日は寝ていきたいなと思います。こんな感じ。ラーメン山あって、徳川家康ミュージアム。どうなの？どうなの？カメラはダメということで、ここだけ。めちゃくちゃリアルですね、これ。そうですね。すごいな。教科書とかの間違い。なかなか。クオリティが高かったんじゃないでしょうか。良かったと思います。はい、じゃあ機械に戻っていきましょう。君たちくるいバナイヤバトレでさっきかしばらくどうばさ盛り上がっております、まさかのねカラオケがあるということで歌っちゃいます。
ナンバーワンにならなくてもいい。さっきのもっとバーニーズオンリーワン。女の子好きなの。ね、アンコール。自分でやって自分で。ある。ハッピーバースデーじゃん。ハッピーバースデー。すごい。こちらこちら。ハッピーバースデー、ティアコさん。ハッピーバースデー。じゃあ消します、はい、いいですか、お願いします、せーの、おめでとう、コージからみんなで、コーちゃんから、すいません、お誕生日、はいはい、おめでとうございます、おめでとうコーちゃん、もうカメラめっちゃすごい、もう自然が一番難しい感じで、でもこれからなんか楽しい感じでゴー、あ、どんなプロ、ゴープロでじゃないですか、ハッピーバースデー、もうそこ一番大事なところ、はい、マスク取ってます、お風呂行きたいと思います、夜はね、夜は店ねやってない感じ、駄菓子屋もあって、であっちにはねラーメン屋はやってるね、おでん屋と、はい、ラーメン屋はやってます、山本はい、オフ会バースデークラブ、お風呂上がってきました、わざわざで安定のティートーク風、どうした、飲んだ、飲んだ、風さんが今日今宵も記憶をなくすまで飲んでやると多分もう記憶がないと思います、議事録でございます、はい、で、いうことなの、で、僕が持ってきたジンギスカンの鍋ですよね、これうまかった、いい食ってないし俺もう僕が我慢できなかった、申し訳ない、前から申し訳ない申し訳ない申し訳ない吉川さん、申し訳ない犯人申し訳ない犯人はここにいました、もうパワーを今波動の話どう何も面白いこと言えないよ、無茶振りやめてよ、無茶振りすごいな、すごいな、それがカメラ回しますけど、NG ですか、お顔は大丈夫ですか、まだ映ってないです、よろしくお願いします、あかんわあかん、それ動画出せないですか、使えません、よろしくお願いします、もうねキャンピングカー、トレーラー系の癖が強い、あのトイプードル、もらっていい、もらってもらっていいですか、はい、いただきます、2枚いただいてよろしいですか、すみません、実はですね、はい、今年キャンピングカーを買うっていう企画をやってまして、はい、キャンピングカーの納車も12月に来て、はい、犬の納車も12月と、納車じゃなくて納犬です、納犬納車12月に控えておりますんで、よろしくお願いします、
旦那が細々と YouTube を、もうぜひ細々と、僕も欲しいっす、登録させていただきます。ありがとうございます。なめかじチャンネルも登録しますよね。はい、僕今携帯持ち歩いてないんですけど必ずします。YouTube も YouTube はやってないんで友達申請させていただきます。そう、してるよね。あ、お願いします。僕フォローしてるよね。フォローは ありがとうございます。すごいですね。もちろん見てます。もう暇な時に見れるような動画作るよう頑張っておりますので。ありがとうございます。おはようございます。今朝8時くらいかな、7時5分になっております。終演でございます。山口さん、お疲れ様でした。3回目期待しておりますので、まだオフ会万歳クラブ入ってない方はね、 Facebook、友達申請からですかね。そうですね、前に直接入れていただければ、キャンカーオフ会万歳クラブ、これで検索していただいて、入ってもらえれば、そこで承認します。はい、車持ってれば OK です。 OK です。とても楽しい会になってるので、皆さんぜひぜひ参加お待ちしております。展望台があって、施設内がキャンプ場になっていて、うわ、すごっ、すごいですね、ビューが、景色が、うわ、すごい、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。このトイレもいい感じです。で、温泉があって、で、夜ラーメン屋とかもあって、レストランあって、で、最初の時貸し切りで使ったの。そこで船舶の人たちはそこで飲んで、やっぱお金落とせないと、お金も落としたんですよ。はい、第2回オフ会万歳クラブオフ会、スイ君、初参加どうでしたか。楽しかったです。楽しかったですか。今飲みすぎで、飲みすぎですね。で、僕のこれジンギスカン鍋出して、一口も食べれず洗い物までさせられ、一口も食べてない、ジンギスカン。お疲れ様でした。誕生日おめでとうございます。はい、本日の動画は以上になります。帰りはね、安全運転で帰っていきたいなと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。スイ君、カメラに向かって手を振ってください。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。